田沼街道は、東海道の藤枝塾と相良城を結ぶ、約7里の街道。別名、相良街道。藤枝塾から西島で、大井川を渡り、対岸の高島から吉田、廃原を通り、相良城下までの道筋である。当時、大井川を渡するには、徳川幕府によって、東海道の島田、金谷の私の他は許されておらず、大井川を渡ることができた田沼街道は、 地元の人々から重宝されていた。静岡県牧野原市相良は、江戸時代に田沼沖継が藩主となって治めたところで、江戸時代中期、相良城の築城を命じられて城主となった沖継により、相良城から東海道藤枝軸まで、かねて寄り合った既存の元街道や浜街道をもとに拡幅回収して整備された。 道自体は沖継が治める以前のかなり古い時代から存在していたが、田沼街道と呼ばれたゆえんは、沿道の人々がこの道を沖継が作った道だと思い込み信じられていたことによる。当時、沖継は将軍直属で幕府最高職の老中であり、将軍庇護の下で牽制を振るっていたため、大井川のとかが許されていた島田塾と金谷塾の 間を結ぶ大井川の私以外の場所でも川を渡ることのできた街道であった。おきつぐは参勤交代をしない、上府大名であったため、自らの名前がついた街道を自身が通ったのは、生涯で、ただの一度きりで、国元である相良と江戸を二度往復したにどまり、そのうち二度目の袋の一回しかこの道を通らなかった。ほどなく、おきつぐは失脚するが、街道沿いに、 静岡県川崎町などが発展した。明治時代になって、次第に錆びれ、現在では、大金家の門前の道路や、包茎と大江にわずかながら、当時の跡を残すのみである。大正から昭和にかけて存在した静岡鉄道、春園線は東海道とほぼ並行していた。ありがとうございます。